林道ショーということでやっていきたいと思います。秘密結社フェガモ総帥ハッチでございます。今回はね、土曜日の阪神9レースってことでね、なかなか盛り上がらないところなんですが、2歳1勝クラスの特別戦、牝馬限定戦の芝 1400m、 こちらのレースの予想をしていきたいと思います。そんなわけでね、今回は確実に堅実にいくとこんな感じかな。軸は2番のタガノフィナーレですね。時計勝負、新潟2歳ステークスね、結構ね、指数の早いというかね、時計面では価値のある決着になったんですが、そこではね、7着負けてしまってます。ただオープン3着、そう考えるとね、オープンだって、あの時期のオープン特別なんて2勝馬出てこないんだから、今回と同じ1勝クラスとほぼ同等よねと言いつつも、新馬勝ちも優秀な時計でしたしね、これは信頼が置けると思います。軸でいきたいと思います。そして5番ラキエータ、新馬勝ちからの連戦という形なんですが、中、2週ぐらいなのかな、ノーザンファームさんでね、この連戦っていうのは少しマイナス要素、人気だけどそこまで信頼しづらいかなと。お兄さんのインディーチャンプというあたりもね、マイルから1200、このあたりの距離で、金車差の奇跡産駒って考えても、ここへの適性はあるのかなということで、紐の1点目という扱いでいきたいと思います。そして7番ダークページ、ネット競馬想定5番人気、ダークエンジェル産駒がね、だいたい平均勝ち距離でいうとこれぐらいなんですよね。1002での勝ちも新馬戦ではこの馬含めてあるんですけれども、マイラーも多く出しているというあたり、この辺が適正なのかなということで、紐に、ね、入れておきたいと思います。そして4番人気、8番のサンディブリッジ、ブラックタイド3区ですからね、1002で勝ち上がったとはいえ徐々に距離延長していくのがいいでしょう。そのあたりね、1002で夏に勝ち上がった、そういうちょっと長めの距離向きのタイプの馬を1002で使い続けても伸びないよと、こうやってちょっと距離延長していきましょうっていうのはね、僕の一口馬主 の経歴の中でもそういうことあったなというのがあるんで、ここでの距離延長は押していけるのかなと。前走ね、不良ババアでね、勝ち上がってますし、少し千里より、ただの千里の馬っていうよりはスタミナもあるのかなみたいな感じでね、狙っておきたいと思います。そして10番ポメランチェ、ネット競馬想定2番人気、祖母は小倉2歳ステークス3着、遡ればね、バッフドオレンジとかその辺だから何だったっけ、2歳夏の北海道という決闘ですよね。距離延長ここの時期ぐらいまでかなというところなんですが、2歳の10月ならまだ通用するだろうということで紐に入れておきたいと思います。以上ね、こんな形で、日曜日の重賞2つの予想はメインチャンネルフェガム TV で上がっております。土曜日のね、この後のサウジアラビアロイヤルカップの分はこちらのチャンネルで上がりますので、レース名の後、フエガムとひらがなで入れてね、検索していただくとそれぞれ出てくると思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。